ここもオリジナル？おー、すごいな。ありがとうございます。2回目の登場、はい、また遊びに来てよ、はい、OK です。男前ありがとうありがとうございます。また寄ってくださいです。すみません、ほんなら一番注目のペケ J の 400Z 何年モデル？58年昭和58年。ワンオーナー？ツーオーナー。ツーオーナーな。これオリジナル？これは自分で色塗っただけ。また俺メーカー純正からでしょ思った。これどこのマフラー？大臣？山本。あ、山本レーシング。PSR じゃない、山本レーシングね。うん、オッケー。エンジンを聞かせてもらえるね。PKJ の 400kg エンジンもね。あ、エンジンは MZ。 エンジン MZ。 ポン付け？次はあの息子さんのバイク聞きたい。これはね、はい、マフラーがスゴーキットの RC スゴーの RC スゴー、はい、レース用のキットの一部のチャンバーとマフラー。なるほどなるほど。で前がフロントホイールが、TZR サンマのホイールで、リアが FZR250 で、はいはい、でスイングアームは2型のランサのアルミのスイングアームを切って延長した。おで、バックステップが自作。これが FZR のマスターで、FZR3TJ。で、日清のマスター入れて、ZRX のポストをつけて、アントライオンの。あとは、何したっけ、青のとこは塗れるとこは塗って、これは塗って、で友達の名前をチーム名にして作った。お同じバイクを全部で4台作った。へえ。ランザとセロとで TTR と同じようにモタードにしたから、はいはい、すごいな。ひょっとして工業系の高校？いや普通？いや、すごいわ、それだけできたな。オッケー、あのランザーのエンジンを聞かせて。オッケー、さあし。はい、刀、何年モデル？これは平成4年4年モデル、うん。マフラーは？ダイシンです。もう古いの？昔から？あ、もうあのちょっとボロボロのバイクを今組み立てて、全部足回りを手伝ってもらって再生させたんや。インパルス。 足回りちゃうもんね。全部インパルス。インパルス、そうなんや。まだ発展途上ですけど、ごめんなさい、400やね、これ400です。エンジン音聞かせてもらえますか？これがちょっと気に入ってる。これ FZR FZR やのね。ポン付け？ちょっと加工した。それすごいな、 FZR のフェンダー。ではまた待ってもらえますか。YouTube アップしとくわ。今日でも YouTube アップしとくね。